先日発表された日産ノートオーラニスモテストコースでの模様でしたが、すでにねその試乗レビューはお届けしています。今回ねチューンド e パワー 4WD というね待望のリアモーターを積んだやつが出てきて相当魅力を高めていたというところはねお伝えしたんですが、順番が逆になってしまいましたけどね、実はそのベースとなった日産ノートオーラ、こちらも6月にマイナーチェンジを行っています。今回紹介するのはその日産ノートオーラ、もう日産的にはねオーラと呼んでますよね。なのでそれに習いましょうか。日産オーラ、オーラの G の FF 版、こちらに今乗っています。ノートオーラがデビューしたのは2021年8月でしたよね。先行していたノートの派生モデルということで登場したわけですが、もうね堂々プレミアムコンパクトを歌う、日本ではなかなか当時としてはね数少ない存在だったなというふうに思います。ではねそのノートオーラがノートに対してどのようにねプレミアムを表現していたのかというと、まずインパクトが大きかったのはあえて3ナンバーサイズにしたエクステリアのデザインだったと思います。フロントマスクはねより切れ長のヘッドランプになり、リアはね横一文字のテールランプつきました。そしてなんといってもフェンダーがあえて拡幅されて、本当にねごくわずかなんですが幅が広げられたことで、遠目に見たスタンスでは実は明らかにねノートとは違う何かが来たと分かるような存在感を発揮していた。これもうねコンセプトからして贅沢ですよね。まさにプレミアムだなと思わせるものだったと思うんですが、そういう変更を行ってきたわけですよね。そしてインテリア、こちらも、まあ、モノリスを使ったこの特徴的なね先進的なインテリアの基本デザインは近いものがあったんですが、このねモニターの、まあ、サイズが違うのもそうだし、あとはやっぱりマテリアルですよね。こうしたダッシュボードの上とかドアトリム、アームレストとかに貼ってある素材だったり、シートの生地だったり、掛け心地だったり、こういうところに非常にね上質に感じさせるねいいアレンジが加えられて、いわゆるダウンサイザーがこういう車選ぶと言いますけど、そういうね本当にこういいもの乗ってきた、いいものに触れてきた人にとってこう金銭に響くようなものづくりというのかな、雰囲気づくり、それが行われていたわけです。そして走りベースとなったノート自体が今回のモデルから e パワー専用車となったわけですが、このオーラではさらにね出力を上げています。ノートの116馬力に対してオーラは136馬力というね出力を持って、その走りでも余裕プレミアムですね、こうしたものを表現していたわけです。さらにね例えば e パワー 4WD の設定だったり、プロパイロットですね、こちらが用意されていたり、あとはこの BOSE のねオーディオヘッドレストにこうスピーカーを埋め込んだね非常に音のいいやつ、これがついてます。こういったね内外装、走り充実の装備などでユーザーの心をくすぐってね、まあ見事プレミアムコンパクトとしてしっかり認知されることになったこのオーラ、約3年ぶりとなるマイナーチェンジではどこが進化したのかというと、実はね走りに関しては変更はアナウンスされていません。主にまさにその内外装ですね、こちらや装備の充実というところが図られています。そうした変更点についてはまずねじっくりチェックしていますので、こちらからご覧ください。では外観見ていきましょう。まずフロントグリルですよね、新時代のデジタル V モーションを採用したとなっています。そして日本の伝統工芸を感じさせるデザインのグリル、これをまあ今までも使っていたわけですが、それがねヘッドランプの下までワイドに広がっていると、そしてまあ車の存在感を引き立てるというふうに言ってますね。ここにアクセント、これ目立ちますよね。これはボディカラーと同色またはダークメタルグレーで、コーディネートされています。先進感を演出しているというんですが、これ確かにね前のものとは明らかに違う感じあるし、おそらく写真より実物の方がいい感じと皆さん思うんじゃないかなと思います。そしてバンパーです。バンパーがウイング形状になっています。これおそらくこのサイドから、横にね回り込んだこの辺りの形状かなと思います。確かにちょっとね、レースカーっぽい感じと言いますか、そういう雰囲気ありますよね。はい、続いてホイールですね、こちらも新デザインになっています。見る角度によって光と影が織りなす移ろいが美しく変化するモダンで先進感のあるデザインというのが日産の主張ですね。こちらねこのデザインの先進感もそうなんですが、実はね空力にも配慮してます。ボディサイドの風の流れをスムースにして高い空力性能を確保、
あとはね、ホイールの軽量化も行っているそうです。そしてリア回ってみましょう。リアは大きくは変わってないんですが、やはりバンパーですね、バンパー形状がフロントと同じようにウィングっぽい形というんでしょうかね。サイドが立った雰囲気、こちらは、先に紹介したオーラニスモなんかでも使ってますけども、まあ、今のねレーシングカーの空力トレンドみたいなものを洗練された形で取り入れた形とでも言えばいいでしょうか。そしてボディカラーですね、今回のこの試乗車はガーネットレッドとスーパーブラックのツートーンとなっていますが、今回新色としてね、ドイツの深い森を疾走するイメージでデザインしたという新色フォレストグリーンとスーパーブラックの掛け合わせのツートーンなどなど、全部で5種類のツートーン、8種類のモノトーンカラーが用意されています。続いてはインテリアです。こちらね、実は新色が用意されています。ワイマラナーという名前がついてますね。これ大型狩猟犬がモチーフだと言います。こちらもあるんですが、試乗車、今回の試乗車はブラックです。ブラックですが、見てください、この華やかな内装。ブラックといっても、ジャカード織物と合皮のコンビになってますよね。シートの座面の上の方なんかはね、このブラウンっぽい感じになってます。非常におしゃれだなと思います。そして注目はこのシートのそのジャカード織物ですよね。オーラの A、 こちらをモチーフにしたモノグラム柄となっているの分かりますか。はい、なかなかおしゃれですよね。先代もオーラはね、内装がもう飛び抜けていい感じだったわけですが、それがね一体どうなるんだろうと、まあ期待と不安が入り混じってたんですが、うまいことやってくれたなというふうに思います。ちなみにこのブラックでも、木目調フィニッシャーが新しい色味になっているということです。そしてさらにインストルメントパネル、アームレスト、ドアトリムクロスを落ち着きのある色味に変更しています。ちょっと今までよりグレー味が抑えられたというかね、黒っぽくなったというような、濃くなったというようなところでしょうか。装備の充実も図られています。運転席、パワーシートが全車標準装備になりました。これは結構トピックと言っていいかなと思います。そしてグローブボックスの容量拡大ですね。収納スペースが上下2段に分かれました。いろんな使い方できるようになりましたね。そして小さいところですが、リアシートには USB 電源ソケットに Type-C が使われています。これね、ちゃんとリングライトがついてるんで、夜間でもね、見つけやすい、使いやすいことになってますね。はい、ドライバーズシートに戻ってきました。こうしたね変更点で一つだけね、個人的にはちょっとだけ寂しく思ったのはホイールですね。前のホイールは切削タイプのホイールに樹脂製カバーを組み合わせるというね、非常に凝った構造でしたよね。もちろんね、新しい方もデザインはいいし軽くなってるしいいんですけど、そのねこだわりというか凝り性ぶりが非常にね、まあ先代の特徴的な部分の一つだったかなという思いもあるんで、そこだけちょっと寂しいかなという気はしたというところです。走りについてはね、変更はアナウンスされていないということなんですが、まあ今回改めて乗っています。で、思ったのはやはりね、この車は質が高い、走りの質が高いなということですね。プレミアムコンパクトという言葉をね、メーカー自身も使ってるわけですけど、乗るとね、それは非常に納得させられるものがあるなと思います。まずはやっぱりこの E パワーですよね。 E パワーの、しかもね、力に余裕がある E パワー、これがねいいなというふうに思います。正直ね、やはり普段乗りの時ではほとんどエンジンはかからないわけですよね。で、かかってもそのロードノイズとか風切り音とか、そういう走行音の背後でかかってるからあんまり気にならない。これは改めて乗ってみて、いや非常にやっぱり質高いぞと思いましたね。そしてもちろんね、トルクもすごくあるし、電気モーターだから当然ですけど、シフトアップダウンみたいなものもないしということで、まさにね、滑るように走るこのパワートレイン、これは上質感高いですよ。これはね、やはり大きな個性というか、このパワートレインがあったからこそノートだけじゃなくてノートオーラもね作ろうよと考えたんだろうなというのは、感じられるところですね。乗り味も非常に洗練されています。乗り心地がねしなやかで柔らかいですね。この車ね、車高はある方だと思います。そしてタイヤサイズも外径大きめですよね。こうしたちょっとしたクロスオーバー風味というのか、それがね効いているのかなっていう気がします。そしてね、ちょっとしたクロスオーバー風味とでも言うんでしょうか、それがね乗り味にも表れていて、ストローク感がすごくあって柔らかくてね、快適な乗り味を実現してますね。ステアリングフィールとかそんなにビシッとしてる方じゃなくて、
まあ、そういうところで、まあ、走り方面で言うと言いたいことはなくはないですけど、まあ、それが欲しい人はニスモをどうぞということでしょうね。あれだけ出来のいいホットハッチというのかな、うん、電動ホットハッチが生まれたんで、もう明確に役割を分けてるということだと思います。そうしたね、まあ、やや甘めのステアリングホイールだけど、まあ、その分ねシビアでもないので、この心地よいしなやかな乗り心地と相まって、コンパクトではあるけど長距離を行くのとかも厭わない、そう静かさも効いてると思うんですが、うん、そういう車になってるなというふうに思います。この e パワーについてもね、もうあえて語る必要はないと思いますが、今エコモードで走ってますけど、モードをねスポーツノーマル切り替えればパワフルな楽しい走りができますしね。まああとはこれまでもね幾度か紹介してきていますがね、雪上とかで試した e パワー 4WD のね実力、これなんかも素晴らしいですよね。おっと忘れていた、あとはやっぱりこのプロパイロットですよね。はい、ツータッチで今起動しました。もうこれで、車線内で例の真ん中を、しかも前を行く車との距離をコントロールしながら走っていってくれると、もはや当たり前になってきたとはいえ、やっぱりこれをね先駆けていわゆる普及価格帯の車から投入してきた日産というのはやっぱりすごいなと、そこはねもう褒めるしかないと思いますし、今乗ってもこう制御はこなれていて非常にね気持ちよく乗っていくことができるなと思います。そう、こんな時にはねまさにこの BOSE のオーディオでも鳴らしてというのがいいのかな。うん、そういう、まあ本当にねそうやってリラックスしてる時にはこの室内の雰囲気の良さすごく際立ってくるなと改めて思いますし、あとはこの BOSE のオーディオをね鳴らしていくっていうのがいいのかな。そういうね走りのというか、この車の中で過ごす時間世界みたいなものがしっかりと描かれてる、そこがねまさにねこの車がプレミアムコンパクトとメーカーが言ってるだけじゃなくて、みんながそう思ったのはおそらくそういうことなのかなと、そういう部分が作用してるのかなというふうに思います。今回のマイナーチェンジはね、そうしたオーラの良さ、これをねうまく引き伸ばすものだったと言っていいと思います。外観についてはねいろんな意見あるみたいですけど、というか自分の中にもあるんですけど、でもね実物を見るとね絶対変わりますんで、繰り返しになっちゃいますけど、ぜひねまあいろいろあると思いますけど、実車を見てから判断されたらいいなと。でもちろん前のモデルが好きでもそれはそれでいいじゃないですか。それもね一つのこう意見だと思いますし、僕もねそれはすごく同意もできるところかなと。どっちもいいよねということでいいのかなと思います。価格はこの G で10万円ちょっとかな、上がりました。でもまあパワーシート標準になったとかね、そういう部分もありますから、この昨今のね、価格上昇の機運の中ではまあ頑張ってくれたということにしたいかなと思います。いずれにしても似たような車ないので、ライバルフィット、ヤリス、マツダ3、スイフト、こういうの見てもねこの世界はないんで、まあ唯一無二とまで言っていいのか、まさにね独創の一台だと思いますから、その価値はねやはりこの車はね、まあ、選ぶ価値のある一台というか、今後もね支持されていくんだろうなと思います。